北大と南大を結ぶす屋の坂と塩屋の坂北大の町並み大原邸、きつ市北大南大伝統的建造物群保存地区は大分県きつ市にある伝統的建造物群保存地区かつてのきつ藩の城下町の武士の居住区である2017年11月28日に重要伝統的建造物群保存地区として選定されたきつの中心部は 森江湾に向けて、東に伸びる大地が、中央に走る谷によって南北に分けられており、北側の大地は、北台、南側の大地は、南台と呼ばれる。かつて、吉木月藩の城下町であった時代には、北台と南台はそれぞれ武家地とされ、その間の谷や、大地の周囲が、町人地とされていた。このような構造はサンドイッチ型城下町と言われ、日本唯一とされている。 北大と南大の間は多数の坂で結ばれ、須谷の坂や塩屋の坂をはじめとする石段や石積みの坂道がこの地区の歴史的景観を特徴づけている。二つの大地の間や周囲に広がる超人地は戦後道路が拡幅されたが北大及び南大の武家地には日月藩時代の地割りがよく残っている。また北大、南大ともに 江戸時代に数度の大化にあっているが、その都度再建されており、江戸時代末期の武家屋敷がよく保存されている。ありがとうございます。